サーガレス・オーウェン・エドワーズ CBE は、ウェールズの元ラグビーユニオン選手である。スクラムハーフとしてプレーし、BBC によって、ウェールズのジャージをまとったほぼ間違いなく、史上最高の選手と評されている。2003年、ラグビーワールド誌によって行われた国際的な、ラグビー選手の調査では、エドワーズが、史上最高の選手とされた。2007年、 元イングランド代表でキャプテンを務めたウィル・カーリングはデイリー・テレグラフ市場で史上最高のラグビー選手ベスト50を発表しエドワーズを史上最高の選手に順位付けしたカーリングは彼は最高の技術を持った最高のアスリートで完成された選手だった1970年代にプレーしたが現在プレーしたとしても彼が今でもベストだろうランニング パス、そして試合を読む力がズバ抜けていた。彼はピッチ上で究極のアスリートとしてラグビー全体にまたがったと述べた。エドワーズは1960年代と1970年代の欧州ラグビーの先頭に立っていたウェールズ代表において卓越していた。エドワーズは3回のグランドスラムを達成した数、少ないウェールズ人選手の一人である。 2007年の新年助君において、エドワーズはスポーツへの貢献に対して CBE を授与された。2015年の女王誕生記念助君において、スポーツへの貢献と事前奉仕活動によりナイト尺に上された。エドワーズは、ウェールズ、グーインカーイコールゲイワンで甲府の息子として生まれた。ポンタルダウェイ男子高科学校に通い、そこで、 スポーツ教師、ビル・サミュエルズに可愛がられた。エドワーズは、サマセットにある上流階級のミルフィールドパブリックスクールへの奨学金を得た。ラグビーとは別に、エドワーズは、幅広いスポーツにおいて将来性を示し、西ウェルズサッカー協会ユース代表としてプレーし、16歳でスウォンジータウンと契約した。また、体操や陸上競技でも見込みがあった。 カーディフ・アームズ・パークの壁に描かれたエドワーズの、A、エドワーズは1967年4月1日にパリで行われたフランス戦において19歳でウェールズ代表としての初試合を飾った。試合は20対14で敗れた。1967年から1978年の間にエドワーズはウェールズ代表として53キャップを記録し、そのうち13試合でキャプテンを務めた。 1970年代は、ウェールズ代表の第二次黄金世代と呼ばれ、ウェールズ代表は国際舞台で大きな成功を収めた。エドワーズは代表戦で20トライを記録した。エドワーズは、ウェールズの史上最年少のキャプテンで、1968年2月に行われたスコットランド戦において20歳で初めてキャプテンを務めた。エドワーズは、 ラグビー史上最高のアウトサイドハーフであるバリー・ジョンとフィル・ベネットと共にプレーした点で非常に幸運だった。キャリアの初期において、エドワーズとそのクラブでのチームメイトであったバリー・ジョンは、切っても切れない、微心伝心のコンビだった。エドワーズの時代、ウェールズ代表はファイブ・ネーションズ・チャンピオンシップで3回のグランドスラムを含む7度の制覇を果たした。1969年、エドワーズは、 ウェールズの年間最優秀選手に選ばれた。1974年、エドワーズは BBC のウェールズ年間最優秀スポーツ選手に選ばれた。この功績によって1975年に上を授与された。エドワーズのウェールズ代表としての長く輝かし、キャリアは1978年3月18日のファイブネーションズチャンピオンシップの試合で終演を迎えた。相手は、 デビュー戦と同じフランスだった。しかし、デビューと異なり、16対7でフランスを破り、カーディフ・アームズ・パークの母国の監修の前で優秀の美を飾った。ウェールズはこの試合で、グランドスラムと3年連続の3冠を達成した。この記録は未だに破られていない。エドワーズは、ブリティッシュアイリッシュライオンズの一員として10回プレーした。 1971年のライオンズはニュージーランドとのシリーズを勝利した唯一のチームであり、1974年のチームは南アフリカで無敗だった。エドワーズは1966年9月17日のコベントリー戦でカーディフ RFC の選手としてデビューした。カーディフでは12シーズンプレイし、195試合に出場して69トライを挙げた。 エドワーズは、カーディフ・カレッジ、ウェールズの中等学校、イースト・ウェールズ、ウェールズ、バーバリアンズ、ウルフ・ハウンズ、アイルランド大統領選抜、世界選抜、1971年の RFC100 周年の記念試合で、スコットランド・アイルランド合同チームと対戦した、イングランド・ウェールズ合同チーム、1973年のザル100周年の際の初のセブンズ・ウェールズ代表、 そして英国空軍の1972年、キプロス遠征チームでもプレーした。しばしばターンに、ザットトライ、と呼ばれる1973年に、カーディフ・アームズ・パークで行われた、バーバリアンズ対オールブラックス戦でのエドワーズのトライは、史上最高のトライとみなされている。一連のプレーは、ニュージーランドのウィンガーからの深いキックで始まった。ボールは、 ボールライン近くでフィル・ベネットの前に落ちた。ベネットはサイドステップを切り3度のタックルをかわし、次にボールを JPR ・ウィリアムズへパスした。ボールは次に4人の手に次々と渡り、最後にエドワーズが左のコーナーにダイビングトライを決めた。2002年にチャンネル4がイギリスで実施した投票では、エドワーズの歴史的トライは、 スポーツの最高の瞬間トップ100の第20位であった。セント・デイビッツ・センターにあるガレス・エドワーズの、超像アマチュアスポーツのスーパースターであったエドワーズは、引退直後に、自伝、ガレス、アンオートバイオグラフィーを出版し、それにより、報酬を得たことで、プロフェッショナルの烙印を押され、コーチングあるいはいかなるやり方であれ、ラグビーユニオンへの関与が一時的に禁じられていた。 1978年から1982年まで、エドワーズは、リバプールとイングランド代表でプレーしたサッカー選手エムリン、ヒューズと共に、テレビのクイズ番組、エイクエスチョン・オブ・スポーツで、チームキャプテンを務めた。1997年、エドワーズは、元チームメイトのバリー・ジョンや、JPR ・ウィリアムズと共に、 国際ラグビー殿堂に推挙された最初の15名の元選手の一人となった。2001年11月21日、エドワーズは元ラグビーウェールズ代表選手協会とファーストプレスイベント社によってカーディフインターナショナルアリーナでも様されたラグビーディナーにおいて史上最高のウェールズ人選手に選ばれた。2003年にラグビーワード氏が実施した。 国際ラグビー選手の投票において、エドワーズは、史上最高の選手と宣言された。驚くべきことに、エドワーズは、オールブラックスのスクラムハーフ、シッドコーイングが7度の対戦で10中89、自分を任した、と認めた。エドワーズは、BBC と S4C で、ラグビー解説者を務め、S4C では、母語のウェールズ語で解説を行っている。その他、 カーディフブルーズ地域におけるディレクター、メルセデスディーラーシップユーロカマーショルズリミテッドのディレクター、カーディフ資格障害者協会の会長でもある。カーディフにあるセントデイビッツセンターには、エドワーズの彫像が立っている。ありがとうございます。